BERT BART Bikers Emergency Response Team 緊急災害対策チーム BART って何ですかってよく聞かれます。例えば神戸117、そして東北の311、オートバイが大変活躍しました。ご存知の通り、大災害が起きると崖は崩れ、家屋は倒壊し、四輪が通れません。被災後5日間オートバイは瓦礫の上を乗り越え、お医者さんを運び、看護師を運び、医薬品を運び、物資を運び、そして被災地の情報を取得して報告する。大変バイクは有効活用できる。それならばもっとバイクを広域に活動できるような組織を作ろうじゃないかと考えたのが BART です。 BART には3つのカテゴリーがあります。被災前、被災最中、被災後。例えば今は311の後の被災後、被災前の順番に追ってお話をしたいと思います。被災前には私たちは読んで字のごとく笑って遊ぼうミキランドという防災減災の啓蒙イベントを開催しています。うわっは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 っと笑うにはものすごく勇気と元気がいります。私たち日本がものすごく沈み込んでいるときに、私たち自らが笑って元気を送ろうじゃないかというのがこのイベントです。どうぞ見てください。見ていただいたような、このような楽しいイベントを防災イベントと名打って日本全国に展開していきたいと思っています。
さて、南海トラフ、東京直下大地震迫っています。いつ来るか分かりません。でも用意は万端に整えなければいけない。私たちはいざが来たときにいろんなカテゴリーを揃えて、オフィシャルバーティー、ファーストバーティー、オレンジバーティー、それぞれの役割が異なってきます。例えばファーストバーティーと呼ばれる人は被災地の中にいる方々だと思ってください。被災地の中にいるということは、自分が今どういう状況に置かれているかということをつぶさに見て取ることができます。そしてその情報を電波の届くところにまで出かけていって情報を送ります。そうすることで自治体、消防、自衛隊、お役所、病院、各それらの的確な情報が必要としているところがすぐさま次のアクションが起こせます。そのためには正確な精査された情報が必要となります。オレンジバーティー、オレンジバーティーは国連 NGO アムダのお医者さんたち、看護師さんたちを被災地にいち早く運びます。彼らはファーストバーティーと違って被災地の中に入っていく人たちです。ですから防災士の資格を取ったり、救急救命士の資格を取ったり、アマチュア無線の資格を、そして危険物、これはガソリンを運ぶ必要性があるからです。そういったありとあらゆる必要とされるその資格を取得しながら、みんなが準備を整え始めています。私たちは全国3000拠点、日本では今約1800数十箇所の市町村がございます。しかしそれらは統合された後の数字です。統合される前の数字が約3000です。その川や山に閉ざされた、そして稜線が異なった各細やかな地域地域に1拠点ずつ配備して、数十名ずつ配備していこう、そのような構想で今動いております。例えばこのバイク、私の友人であるドームの林実氏が、私が頼んだら目の前でスラスラと書いてくれたオートバイです。ドームといえばスーパーカーでものすごく有名ですが、彼はオートバイにもものすごく興味を示してくれています。例えばこのオートバイは強制空冷エンジンと書いてますが、ジェネレーターになる発電機になるエンジンです。そしてヘッドライトはブーッと引っ張っていくとコードリールで照明にもなります。当然レスキューセット、救急セットが積まれています。お医者さん、必要な人材が運べるように2人乗りです。後ろには小さなリヤカーがあります。お水や食料やガソリンを積んで運んでいきます。当然ながらノーパンクチャータイヤです。被災地でものすごく大きな、そして数の多い問題は何だったと思います？ことごとく被災地に入った車両はパンクをしたんです。そんなものすごくアマチュアな部分も今までは私たちがちゃんと想定して対応していなかったんです。そういったことまで私たちはやり抜かなければいけないと思っています。さて、先ほどお話ししましたように、現時点では311が過ぎて1年半、私たちはこれほど遠いところにいると残念ながら喉元を過ぎて痛みが薄らいできています。とても残念なことです。でも彼の地に住んでいる方々はどうでしょう？まだ家は奪われ、家族は亡くなり、放射能に汚染され、友を失い、まだまだ悲惨な状況が続いています。だから今私たちはいざ災害が来た時だけ動くチームだけではなくて、災害がない平時にもやれることをやろうじゃないかということで、今年の1月17日にたった2名のライダーが、心あるライダーが小さな可愛いバトンを携えて神戸をスタートしました。その一人が今皆さんが座っておられるこの建物のオーナーの一人です。ではワンワールドバトンリレー、ぜひ見てください。
約8000名の人々にバトンリレーをしながら、思いを形に変えて、言葉に変えて、東日本を応援しよう。自分たちができることを、小さなことでもいいやり続けよう。私は60年の歳月の中で2つの大きなエネルギーという源を知りました。一つは怒りです。もう一つはその対極にある愛です。今回の私を駆り立てた、そして一緒に活動してくれている人たちの源は怒りです。こんなことでいいんだろうか、このままでいいんだろうか、日本はこのままで大丈夫なんだろうか。その大きな怒りが愛情へと変化させて、そして限りなく笑い飛ばして、勇気を持って、そして僕たちよりももっとその勇気や元気を必要としている人に送り届けようじゃないかと活動しています。私たちでできることを私たちで。頼っていては身を守れない、家族を守れないということです。日本には相互扶助という素晴らしい言葉があります。私たちは大事にしたいと思っています。そしてこの美しい国日本、この日本を考える県民による県民のための県民活動、それがバートです。いつも私は全力で走りながらこのように考えています。What we can do? What we can do? 。Yes, you can do. Please think about. ありがとうございます。渡辺隆司さん、本当にありがとうございました。